ってことで今日はクレープです。用意するものはこちら。牛乳、卵、バター、薄力粉、塩、グラニュー糖、バター塗るやつと生地混ぜるやつ。じゃあまずは生地作りから。大きめのボウルにポマード状のバターを入れます。そしたら別のボウルに卵1個割ります。軽く混ぜてから牛乳と合わせる。泡が立たんようにしっかり混ざったら OK。そしたらさっきのバターと卵液を合わせます。この時ポイントがあって、バターはポマード状に、そして牛乳は指で触ってちょいあったかいなって感じるぐらいの温度にしときましょう。バターが固まらずいい感じにつながります。残りの卵液もちょっとずつ足しながら混ぜていきましょう。こういった一工夫で色ムラなく焼き上がる生地かどうかが決まります。次に粉類を一旦同じボウルに合わせます。そしたら先ほどの卵液に合わせた粉を少しずつ混ぜていきます。ダマにならないように注意してやっていきましょう。こんな感じになれば OK です。念のためザルでこして一晩冷蔵庫で休ませると生地は安定しやすいです。今回はそんなに休ませてないです。まあ休ませんでもいけるやろうってことで早速焼いていきましょう。焼く時のポイントなんですが、テフロンパンの温度をしっかりと上げることです。弱火でゆっくり焼いてたら色ムラにもつながるし、ベチャっとした生地になってしまいます。煙が出る直前ぐらいまでしっかりと温度を上げて一気に焼いていきましょう。生地を流し込んだらすかさず薄く広げます。ある程度強火のままで大丈夫です。20秒ぐらい焼いたら周りの方から茶色く色がついてくるんで、ヘラなんかで周りを剥がして下の色の状態を確認します。美味しそうに焼けてたら弱火にしてひっくり返しましょう。そしたらすかさずクレープにバターを塗っていきます。バターシュガークレープは正直バターが命やと思ってます。バターがうまければうまい。そしたら上からグラニュー糖をかけて再度ひっくり返します。火力は弱火のままで大丈夫です。砂糖が溶けていい感じになったら OK。もう一枚焼きます。いい感じに焼けました。それじゃあ盛り付けていきましょう。皿に乗っけて上からちょっと砂糖を振って完成。さあ実食。このカリカリがうまいんですな。みんなもぜひ暇な時家で作ってみてください。ではまた。